JR 北海道は6日、札幌市厚別区厚別中央4-3の千歳線新札幌駅構内の高架橋からコンクリート片が落下し、高架下で信号待ちをしていた乗用車に接触する事故があったと発表した。怪我人はなかった。コンクリート片は、長さが最大で約33センチ、厚さが約8センチ、重さは約2-5キログラム。高架橋の架面から一部が剥がれ落ち、設置してある防護ネットをすり抜けて落下したという JR 北によると、一帯の高架橋約2-1キロメートルは完成から40年以上が経過し、2015年4月以降、コンクリート片が落下する事故が今回を含めて7回起きている。 JR 北は周辺を緊急点検して他に異常がないか確認している。